はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は筋肉マン極みタブクラブで動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、新しいガチャとイベントが来ましたので、ちょっとね、イベントの方の話をしたりして、ラストにね、交換所の分とログインボーナスでもらえた分でね、チケットを、一応11連できると思うので、最後にちょっとガチャを回していこうかなという感じで、やっていこうと思います。とりあえずね、イベントなんですが、こちらがね、一応周回する方ですかね。で、最後まで一応クリアしていて、スキップチケットでスキップもできるタイプなので、ちゃちゃっとね、とりあえず、めぼしいものはね、交換したかな、戦いのカードについては。で、巨大なマシンガンはまだちょっと交換しきってなくて、エクストラの回収に至っては、まだ全然手つけてないよとか、そんな感じですね。で、もう一つの方が、高難易度シンナル闘争ということで、一応今回は、最後のやつまでねクリアはできた。ただ、ラストのね3の方に関してはちょっとスコアが、B なので、ちぎれたチェーンとか、肉ジェムのね回収がちょっとできてなかったりはするんですよね。で、この高難易度の方で燃えた条約文が手に入るみたいなので、稀にドロップって形ではあるんだけど、だからね、今回の装備に関しては、一応人数分作るとかっていうこともやろうと思えばできるんだな、みたいな。装備の量産が、可能だな、というところは、ちょっと前までと違うのかな、という感じっすね。一応今ね、2個目を作ってあるよと、2個目がね、4で止まってるので、せめてね、2つ目だけでもレベル5にしたいかなとかは思ってるんだけどね。1つは、とりあえず作っていて、攻撃力が1000上がる。で、クリティカル防御下がるけど、回復率が上がりますよという感じなんですよね。クリティカル防御のダウンがちょっと痛そうではあるけど、どうなんだろうね。こっちと合わせて切るのは怖いよね、アタッカーだとはいえ。上がデーモンプラントのシャツで、下が武道の袴っていうね。武道の袴というか、あれか、なんていうんだこれ、水というか。これ上下で着てたらなんか変な人だからね。そんなわけで、どうするんだろうね。武道のやつを下履いてたら、上はロングホーンとかベアクローとかなのかな、みたいに思ってるけど、ロングホーンと武道のやつで攻撃力2000は上げることできるよとか、そんな感じなのか、今のところね。はい、ということで、イベントに関しては、とりあえず周回の方は、残りはね、ちょっと、体力が溢れそうな時にスキップで回るぐらいで、いいかなと思っていて、あとはね、一応専用装備2個目だけは完成させたいなと思ってるので、ちょっとね、一番上を回るのは危険そうだから、2番目ぐらいでね、なんとかこのちぎれたチェーンドロップ、2個目のやつがレベル5になるまでできないかなという感じですかね。で、一応ね、ここね、副備危険落ちるから、副備危険拾えるんだったら副備危険から一応回復薬出たりするし、それにね、副備危険たくさん回すと肉ジェムの剣、もらえたりもするので、一応ね、こっち回るのもありなのかなというとこですかね。でもそんなにドロップ率良くなさそうな気もするから、スキップで、スキップで回れる方にね、スタミナ流す方がいいような気もするけどね、というところかな。はい、ということで、イベントに関しては、そんな感じですね。OK、じゃあガチャに行きましょう。ガチャの方は、サポートがピークアブー。そして、超人の方が、ストロングザ武道ということで、欲しいのは武道かな。引いていってみましょう。でね、いい変化なんだけど、優勝杯がね、交換制限2だったのが4まで増えましたね。4増えたら200だから、どう考えても天井と交換するでしょっていう感じなんだけど、例えばね、武道だけとりあえず本体確保したいよっていう感じの人で、120連目とかで出た時に、150連目まで引いてもいいかなみたいな撤退ラインをね、
設定しやすいって意味では3つ以上交換できるっていうのはプラスなんじゃないかなと思うんだけど、4つにする意味ってあるかっていうまあ無制限でいいと思うんだけどね、まあもともとね。はい、ということで、まあ、今までねちょっと2個にしてあるから120から140ぐらいでね、まあ120から140ぐらいで、もし目的のやつが出ちゃった人たちがちょっとなんか微妙にもやる感じだったんだけど、今まではね、武道今回のガチャからは4回、交換できるようになったみたいなんで、そこはいいかなという感じですね。はい、ということで、じゃあ気高きパーフェクト超人ガチャ引いていってみましょう。まあ単発で11回いきましょうかね。いけ。さあ一発目、まあまあまあこれで一発目からね道が光ってたら最高だったんだけど、さすがにそんなことはないと。オーラも青いか。結構ね岡村す単発で SSR をね引けてた時期があったので、過去の動画見てもらうと分かるんですが、味を占めてねちょっと単発でやってるわけなんだけど、ちょっと流れが去っちゃったかなというか、出なくなってきたような印象もありますね。どうなんだろうねこれ。あ、でもね10連で引くメリットが他のゲームに比べて少し薄いので、単発でおカットイン2からのオーラ黄色、これね SSR あるんだよこの演出なら。うわージャンクマンかはい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 、まあまあまあ大体 SR かもしれないけど、カットイン2で黄色だったら単発ガチャでもね SSR 出ることがあるのはもう分かっているので、あのぐらいの演出だったら結構期待してしまうってことで、どうよ。お呼んで黄色、これはどうよ。来いなーキングザ100トン惜しいな、惜しいのかどうか分かんないけど惜しいって言っておきましょう。 OK、あと8回か、いけ。まあ、でもここまでね流れは悪くないっていうか、10連でもね SR1 枠確定なだけだから、 SR2 枚来てる時点でもう10連で引くよりいいじゃんっていう気持ちになってしまうんだけど、さあここはカットインなしの青、青はちょっとダメっすねスカイマン。さあ続けましょう、いけ。で、とりあえず今回はチケット分だけ引いてみる感じでいこうと思うんだけど、まあどうだろうね、状況次第で優勝杯1個目まで行くかどうかぐらいで考えてますねトータルで見たら。オカマラス、まあ、モンゴルマンの時も優勝杯交換までで撤退したので、まあ、今回も同じ感じで行こうかなというかところですね。行きましょう。まあ、ただ、本当に欲しいキャラが来た時のために天井分はねストック貯めておきたいので、肉ジェムを。そういう意味ではねもうちょっとポットをカットインに、しかしオーラ王か、肉ジェムねもうちょっと貯めてから、ね優勝配分まで引くっていう判断もあるかもしれないんだけど、どうだろうね。で、スカルボーズかあと5回ですね、行きましょう、行け。さあ道がねちょっと光ってくれると一番安心なんだけど、なかなか道は光らんね。カットインにからの青いとダメですね。ビューティーローです。オーラさえ黄色だったら可能性あるんだよな、道が光らねえ。さあどうだ、惜しカットインにからの、はいジェシーメビア。さああと3回か、ちょっと待てよ、頼むぞブドウ来いよ、いけなぜか反応しない。さあ道は光らないけど、カットインが、あ入らないで青か、岩尾ですね。さああと2回、1回ぐらいちょっと見せ場が欲しいが、どうよ、道は光らず、カットインにからの青いか、青いとダメなんですねカナディアンマン来る。
さあラスト、いけ。あーダメか。まあまあまあまだわからん。とりあえず、道光って安心ってことはなかったけど、いやーでも黄色いかわかんないぞこれ。ブーステカ、あーでもステカスは使ってんだよな。57か、これ70必要かな。どこまでとっつってたろだろう。はい、ということで、まあ、今回はねちょっと交換所とログインボーナスで、来ていたチケット分ってことでね、11回でやめておこうと思いますが、まあ、ちょっと SSR の収穫すらなかったのは辛いかな。まあ、すり抜けでもいいからね、何かしら来てくれてたらちょっとは気分違うんだけどねというとこですね。まあ一応 SR の超人は何体か来てたので、もしかしたら凸が進むかなということで、ステッカスは70必要か、57ピースですね。そうなるとあとは誰が来てたかな。あ、ウルフマンは、まだまだか。あれ、ウルフマンじゃなかったっけ、引いたの違うな、ウルフマン前回か。今回引いてたのは、あれ、ステカセと誰だっけ。あ、ジャンクマンか。ジャンクマンだが、ジャンクマンもちょっととつるまでに、必要なやつがねまだまだですね。で100トンも引いてたけど100トンも上がらないよと。お、あれ、ミキサー大帝って今回じゃないよな。まあなんか忘れてたけど上がるみたいなんで上げておきましょう。はい、オッケー。こんなもんですかね。サポートの方も、一応確認しようか。あ、そうだ、ネプチューンはね、あ、でもモンゴルマンのガチャもう引かないだろうから上げとくか。はい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 。まあモンゴルマン狙ってる間にね、もっと重なるようだったら、場合によっては1だけこれで飛ばすとかすると、3突とかまでいけるんだったら、保留してもいいかなと思ってたんだけど、まあもう引かなそうだから一旦上げちゃいましょうっていう感じですね。そしてあとは、特に上がりそうなのはないかな。そうだね。はい、ということで、まあ、今回はねここまでにしようと思います。まあ、またねちょっとチケットをログインボーナスとかで入ってくる分があると思うので、まあ、マッスルコイン返ってくるのはでかいね。 OKOK、ログインボーナスでねもらえる分があると思うので、もう1回ぐらいねちょっと追撃するかなとかね、その時は肉ジェムも含めて少し、いやーでもどうしようかな、肉ジェム温存でもいい気もするな。まあちょっと次回ガチャをねどこまで引くか次回考えましょう。でマリンマンの方についてはおそらくね引かないかな。イベントでねこっちのチケットもね交換できるよってなったら交換分ぐらいは引くかもしれんけど、わざわざゴールドマスク交換してねちょっとこれ狙ってみるっていうのはちょっと天井もね、遠いし、提供割合からしてもねそうそう出ないと思うので、まあこれに関してはスルーかなというとこですかね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ、ほい。